皆さんこんにちは。薬日本堂漢方スクール講師で薬剤師の斉藤ゆかりです。今回は、人に聞けない漢方薬の疑問というものにちょっとこうフォーカスしていこうかなっていうふうに考えてます。今ドラッグストアでも専門薬局でも漢方薬っていうのはよく目にするようになりましたよね。例えばこんな感じ、はい、こんな感じありますね。漢方薬って言った時に、例えば体力中等度以下とか、体力充実している人なんていうふうに書いてあったり、あと血の道症に効くなんていうふうに書いてあったりするんですが、そもそもそれって何っていうことなんですね。で、今回はまず私も長年お世話になったこちら菅野翔陽さんについて紐解いていこうかなっていうふうに考えてます。菅野翔陽さんというのは、実はこのような効能効果があるんですね。体力中等度以下でのぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安や苛立ちなどがあり、時に便秘するもので、こういう人々の冷え性だったり虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、そして血の道症なんていうものに効いていくんです。いや、薬剤師としてはもう女性の元気を応援するような漢方薬というふうに使っています。で、実際にこの性月経不順、月経痛、月経困難、あとは生理前の緊張症、そして、不妊なんていうふうに、女性の健康には気血水、体を作る気血水の血というのが欠かせないんですね。この血というのは体の中を赤い血という形でぐるぐる巡ってます。その血の巡りの部分で不調が起きる症状のことを、実は血の道症というふうに呼んでるわけなんです。なので男性ではなかなかね、この血の道症っていうふうに言わないんですね。まず一つ目の疑問、血の道症って何ということ、女性に起こりやすい血液循環の不調なんていうふうに捉えてみてください。最近ではこの PMS ね、とても辛い症状を起きてるっていう方もいらっしゃいました。で、2つ目の疑問なんですけれども、この効能効果にもありましたが、体力中等度以下ってどういうことなんですね。例えば普段皆さんが、よっぽど、虚弱な体質でなければ、運動したり仕事をしたりした後休養すれば体って回復しますよね。でもそれがこの菅野翔陽さんの適応症の方っていうのはもう頑張りすぎてしまうんです。ストレスが溜まってもう休もうと思っても休めなかったり、休む時間があったら自分の勉強しちゃおうなんていうふうに頑張ってる方、こういう方っていうのは自分が思ってる以上に体力を消耗しちゃってるっていうふうに考えたらいいと思います。そのような、体力が落ちてる状態を、体力中等度以下っていうふうに言うと思ったら良いと考えてみてください。で、実際にはもう肩がこわばったり背中がバリバリになってしまったり、頭痛なんていうのも起きたりするんですね。で、寝てもなかなか回復しないなんていうことがあったりもします。で、頑張りすぎ、要注意なんですね。はい、3つ目なんですが、翔陽さんというお名前の意味なんですね。この翔陽という意味なんですけれども、実はのんびりぶらぶら歩くという意味があるんです。で、この菅野翔陽さんを適用する方っていうのは、先ほど頑張りすぎちゃってる、イライラ、肩こりっていうお話しました。はい、こういった時にはもうのんびり気分転換して過ごすっていうのが第一番の養生というふうに考えていただいたらいいんです。それを助けてくれるお薬ということで翔陽さんなんていうふうにお名前がついてます。実際に私自身も、もし仕事で忙しくってイライラなんて言った時に、このお薬飲むと、煎じたお薬飲むと、とってもすっきりした気持ちになるんですね。ふーっと楽になる。それはもしかしたらこの漢方薬の中に発火ミントが入っているからかもしれません。
ね、ゆったり過ごす、ぜひ意識したいですね。そしてこの小4、3の前に神なんていうふうに書いてあるんです。実は、神小陽さんの前にそもそも小陽さんっていう漢方薬があります。その中に2つの小薬を加えましたよというのがこの神という意味になります。だから神何々って書いてあったら後ろの漢方薬に何か小薬を加えましたよっていう意味だと思ってください。実際に神小陽さんには、ボタンピと三獅子という生薬が入っていて、これがもうイライラして気分がぐっと上がってのぼせてくる、ね、目が充血してくるなんて言った時に使っていける、助けてくれる生薬なんです。よくホットフラッシュって聞きますよね。まあよく冷えのぼせもそうなんですけれども、神小陽さんを飲むと良い方っていうのはイライラして忙しくなるとだんだん上に熱がこもってきて汗がドバーッと出てしまったり、ね、暑くって頭痛が起きたりなんていう方なんですね。こんな風に漢方薬読み解いていくといろんなね良さっていうのが分かってくるかなっていうふうに思います。ぜひこの後も、皆さんにね、よく使う漢方薬というものを紹介していきたいなというふうに考えてます。ぜひ、コメントもよろしくお願いいたします。